万金市は、中華人民共和国領年省に位置する地球市。中国第三の油田である、両賀油田を用し、諸高聖油所、高流大製油所、高昇る製油所など多くの石油生成工場がある。万金市は、両東半島と両政回廊の間の、渤海が一番奥まった両東湾に面し位置している。地域は、両河の中石平野の川口部にあたり、市内を、 両画分流の壮大菅が干流し、南の両東湾に注いでいる。また両画が東の栄光市との境を成している。北と西は近州市、東は安山市と境界を接している。位置は北緯40度40分から41度27分の間、統計121度31分から122度28分の間にあたる。年平均気温は8.6度。 この地域には石器時代の居住の痕跡が見つかっている。1982年には万山県で新石器時代遺跡が発見され、石譜や鉱山文化の彩色土器の破片などが発見された。戦国時代、円の将軍の戦いが東湖を破ったことから、領土は両東半島にまで広がり、領河を境に両東軍と両政軍が設置された。当時の板金は、 両党軍に属し、旗、五冠の時代も両党軍に属していた。三国時代の儀、精神の時代には、正はじむ軍に属し、南北朝時代には、英州に属していたが、高栗の侵入によりその一部となった。唐が高栗を倒して、以降は、英州に編入されたが、その後渤海の領土となり、県徳府に属した。代は、州、代は高、高府。 現代は、高安市寺に属した。清は、海上県を置き、この地は、官営放牧場と化していた。新松、西木県高安市県新民町などの一部が、金州府となり、その一部として、万山町が置かれた。1913年、万山町は、万山県となり、法天省の一部となった。満州国成立後、 1934年には、金州省の一部になっている。中華人民共和国成立後は、栄光市の一部となっていたが、1984年6月5日に、板金市が新たに設置され現在に至る。三市かつ区、一県を管轄する。板金、荒木区板金、地区板金、市2003年末現在、総人口は124万3905人である。 都市人口は566,046人で人口の45%にあたり、そのほとんどは相大スクと交流大工に住んでいる。民族構成は以下の通り、人口増加率は2003年時点で3.81%増、自然増加率は2.9%。板金は両外油田で石油を産出し、また石油生成業もあるところとして知られている。 その他の産業は農業、漁業などである。ありがとうございます。